こんにちは、りょうです。えー、それではね、今日も元気よくお金の勉強していきたいと思います。えー、今日のテーマはこれです。えー、投資初心者必見。 ファンドオブザイヤー2019の上位入賞ファンドを紹介しますっていうね、えー、こういうテーマでやっていきたいと思います。えー、僕のね、簡単なプロフィールです。こんな感じになってますんで、また興味のある方は見ていただけたらと思います。でね、えー、今日の話題なんですけど、えー、テーマのところで話した通り、2020年の1月18日にね、とあるイベントがあったんですね。その名も、投信ブロガーが選ぶファンドオブザイヤー2019っていうね、 えー、投資信託、ファンドですね。えー、投資信託に関してブログを書いている、えー、個人投資家たちが数あるファンドの中からね、これが今年の有料ファンドだって思うものに投票してベストな投資信託を決める民間主体のイベントなんですね。 で、このイベントは2007年から行われてて、今回で13回目なんですね。で、今回は200名ちょっとの投資信託ブロガーが投票して、で、有志が運営するこのイベントは、こういう目的で運営されてるんですね。えー、証券会社の宣伝や歌い文句に惑わされず、自分たちにとって本当にいいと思える投資信託を、投資信ブロガーたちが投票で選び、それを広めることで、自分たちの手でより良い投資環境を作っていこうっていうね、こういう義務の精神に溢れた素晴らしいイベントでね、えー、やってはるんですね。 で、投資信託の事情通とか、ファンドマニアたちが投票したファンドなんで、多くのビギナー投資家にとって非常に参考になると思うんですね。なんで、今日はこの動画ではね、えー、上位10位に入ったファンドを簡単に、えー、ご紹介していきたいなと思います。でね、えー、解説いきます、えー。ファンドオブザイヤー2019年のね、えー、上位入賞ファンドと、まあ、こんな感じになってて順番にいきたいんですけど、まず第10位がね、SBI ヴァンガード、SP500 インデックスファンドっていうね、えー、ファンドですね。えー、米国の株式指数 SP500 連動するインデックスファンドですね。 でこの SP500 っていうのはね、えー、米国、アメリカの有料大型企業500社を集めた世界最強ともいえる指数ですね,ね。参考までにこの指数ね、SP500 っていうこの指数は過去10年間でざっくり3倍になってるんですね。えー、こんな感じです。SP500 に連動するファンドだったら、えー、3倍になってるということなんですけど、えー、このファンドの運用コストである信託報酬はね、えー、年間0.0938%、まあほぼほぼ、えー、0.1%弱ということなんですけど、えー、非常に安い。 で購入時の手数料もかからないという文句なしのね、えー、有料ファンドなんですね、SP500 と世界一抱かれたい指数ナンバーワンとね、えー、よく言われてますけど、えー、僕の周りではね、よく言われてるんですけど、まあ、そういうね、えー、素晴らしいファンドですよと。 え、それから第9位ですね。えー、ヴァンガードトータルワールドストック ETF と通称 VT ですね。えー、ご存知の方多いと思うんですけど、えー、先進国とか新興国の約50カ国、8000名柄にこれ1本で投資できるんですね。で、世界中に幅広く投資することを国際分散投資っていうんですね。で、この VT はね、えー、株式を国際分散投資する際のもう王様みたいなファンドですね。えー、過去10年間の成績は年利6%程度とで、運用コストは年間0.09% ってもう激安なんですねということで、えー、非常にこれもね、王様とメール、えー、皆さんね、投資されてる方多いんじゃないですかね、VT。えー、これが9位にランクインしましたよと。それからね、次は7位のファンドが2本あるんですね。なんで8位はありません。なんで次ね、第7位行きたいんですけど、えーグ,ロえー、グローバル3倍3分法ファンドっていうね、えー、やつなんですけど、結構ね、2019年に大きな話題を読んだファンドなんですね。 ね、債券とか株式とか不動産に投資するいわゆるバランスファンドっていうね、やつで先物取引とかレバレッジを活用するために3倍っていう名前がついてるんですね。なんですけどコンセプトはね、結構面白いんですけど、このファンドができてからまだ日が浅いんですね。それに仕組みが複雑で今後どんな値動きをするか予想しづらいってこともあって、えー、これらの2点からね、僕自身は活用してませんし、えー、人にもね、今のところおすすめは特にね、してないんですね。たまに聞かれるんですけどね。えー、それから同じように第7位ですね。えーセゾン バンガードグローバルバランスファンドっていう、ね、やつなんですけど株これは株式50%債券50%で投資するバランスファンドでね、えー、これ1本買うだけで、えー、株式を50%債券50%に、ね、分散して投資してくれるんですね、まあ、このファンド1本買うだけで、えー、世界30カ国以上の株式とか世界10カ国以上の債券に投資が可能だよということでね資産の配分の比率はこんな感じなんですけど、えー、株式と債券と半分ずつと、ね、その中で株式でもアメリカ に28.5%でヨーロッパに9.7%で日本に3%とかね、えー、それ以外の国で6%とか、こんな感じで、えー、最近は最近でまたね、えー、別に欧州ヨーロッパが18%とか、アメリカが25%とか、こんな感じでね、まあ、バランスファンドって言われるだけあって、いろんなところに投資してくれてるんですね。 で新宅報酬は0.6%ってことで若干高めなんですね。なんで、えー、株と債券をどんな割合で投資するかとか、えー、どの国にどんな割合で投資しようかとか、こういうことを考えるのが面倒な人にとっては役に立つファンドなんじゃないかなと思いますね。えー、これが第7位のファンドです。で、次に第6位ですね。えー、楽天全米株式インデックスファンドね、えー、楽天ヴァンガードファンドって全米株式ってことで、いわゆる、ね、楽天 VTI って言われるやつですね。 えー、楽天 VTI と、えー。結構ね、これね、過去にもお勧めしてるんで、えー、知ってる方多いと思うんですけど、えー、楽天 VTI です。これ一本でね、アメリカの株式市場で投資可能な銘柄のほぼ100%に投資できるんですね。さっきの SP500 っていうのは、大型株にだけね、大型企業500社だけにしか投資できないんですけど、 この楽天 VTI だったら、小型株とか、中型の株も含めて、もあらゆる銘柄に投資できるということで、このファンドだけでも全米を変えるっていうね、小さな企業から大きな企業まで、えー、ほとんどね、変えてしまうと。全米、アメリカごと変えちゃうみたいな、そんなイメージ持ってもらえたらいいと思います。で、経費率はね、脅威の0.03%ってことで、もうこれよりコストが低いファンドあるのっていう感じなんですね。 なんで、このチャンネルでも非常にお勧すすめしているファンドの一つですね。えー、と,いうというわけで、えー、10位から6位までの紹介がね、終わりました。いよいよ、えー、上位陣の発表にね、移っていきたいかなと思います。次ですね、えー、第5位と、Emaxis Slim ススンスと、えー、8資産均等型ですね。これが第5位になりました。これもね、過去に紹介したことあるんですけどね、えー、株式とか債券とかリートに投資するバランスファンドですね。もう1本買うだけで8種類の資産に均等に投資してくれるんですね。 で、えー、この Emaxis Slim っていうシリーズのね、ファンドは、同じように Emaxis 何々とかってあるんですけど、このシリーズのファンドはもう常にね、業界最低水準の運用コストを目指してて、個人投資家にとっては非常にありがたい存在ですね。通常バランスファンドっていうのはコストが非常に高くなりがちなんですけど、このファンドは脅威の0.154%ってことで、バランスファンドとしてはもう非常にね、安い部類に入ると。 でここ最近は株式のファンドが結構絶好調なんで、バランスファンドはね、まあ、債券とかが入ってる分、リートとかいろんなもの入ってる分、地味に見えるんですけど、えー、国内債券とか先進国の債券が25%入ってるんで、相場の調子が今後悪いって時が来た時は、いい感じになるんじゃないかなと。株式ばっかりのファンドに比べて、えー、その辺は少しね、値動きはマイルドになるんじゃないかなと。えー、資産配分考えるのめんどくさいっていう人に対しては、えー、おすすめのファンドってことで過去にもね、もうこれ1本でいいみたいな、うん、めんどくさい考えるのがっていう人は、 こういうのをねおすすめしたことは、えー、ありますよと。 それから次に第4位ですね。えー、日清外国株式インデックスファンドと、えー、日本を除くね、主要先進国22カ国の株式に投資するファンドなんですね。MSCI 国際インデックスっていうね、株式指数に連動するんですよ。まあ指数って本当世界中にいろいろあるんですけど、まあそういう名前でね、えー、VT、えー、SP500 っていうと、えー、アメリカの500社に投資する指数なんだとかね、連,連動すると、えー、指数なんだとかね、えー、そういうふうに覚えてもらったらいいんですけど、まあいろんな指数が世界中いっぱいあるわけですよ。 でこの MSCI 国際インデックスっていう指数は、この日本を除く主要先進国22カ国の株式に投資するっていうね、まあ、投資するとか、それに連動する、えー、指数なんだよという、えー、そういうことです。で、過去に3連覇しててね、昨年も2位だったんですけど、今年はランクダウンして4位になってます。で、運用コストもね、0.10989%って、まあ0.11%ぐらいですか、えー、非常に激安なんですね。で、このファンドをメインに据えて、えー、スパイスとして日本の個別株をやるみたいな、そういう使い方が、えー、できるファンドになっててね。 まあこれもすごく人気のファンドの一つですね。それから第3位と Emaxis Slim 先進国株式っていうね、えー、第4位のファンドと同じ指数に連動するインデックスファンドなんですね。さっきの日清外国株式インデックスファンドと投資先一緒なんですよ。で、えー、日本を除く主要先進国22カ国の株式に投資可能と。じゃあなんで同じ投資先に、ね、投資してるのに、こっちが3位なのかっていうと、えー、これです。運用コストが0.10615%って、こちらの方が安いからですね。 こういうビビタルさを見逃さないっていうのが本当にね、もうわずかな差なんですよ。運用コストの差。本当にわずかな差なんですけど、こういうビビタルさを見逃さないのがファンドマニアっていうね、褒め言葉ですけどね。 で、同じ指数に連動するなら、えー、コストが安い方がいいっていうね、えー、目線ですね、えー。同じ日本に投資するとか、例えば同じアメリカで全く同じ企業に投資するのであれば、えー、手数料は安い方がね、それに越したことないよねっていう、えー、そういうことでこっちが3位になってます。それから第2位ですね、次がね、EMAXIS SLIM 米国株式 SP500 っていうね、えー、またしても EMAXIS シ,シリーズっていうね、もう早口言葉みたいになってきましたけど、えー、SP500 に連動する株式ファンドですね、これもね。で、現状ね、10位で紹介した SBI SBI バンガード SP500 インデックスファンドの方がね、実はね、若干コスト安いんですよ。同じ投資先なんですね。SP500 に連動する株式ファンドなんで、投資先一緒なんですよ。なんだけど、なんでじゃあ10位の SBI バンガード a の方が安いのに、コストが安いのに、こっちにね、2位の方に EMAXIS のスリムシリーズが来るのかっていうと、えー、これはね、EMAXIS シリーズは、えー、彼らならね、そのうち最安コストにしてくれるっていう期待があるんですよ。結構ね、そこにこだわりのあるブランドというか、このシリーズね。いつもね、今まで信託報酬、えー コストとかをね、安くしてくれてたんですね。他社が安くしたら、うちも安くしますよっていう感じで、えー、すごくね、えー、安くしてくれてたんで、今は一時的に負けてるかもしれないけど、まあどうせね、えー、すぐこっちの方が安くしてくれるでしょうみたいな、そういう期待がある分で、い、え、ま、ー、だにね、えー、人気ということになってます。で、第1位、EMAXIS SLIM 全世界株式と、オールカントリーっていうね。 でえー、最後もね e m a x i シリーズですけど、えー、上位5位のうちね4つをもうこの e m a x シスシリーズが占、えー、める結果にと、えー、なってしまいましたね、えー、まあいいことなんですけどね、えー、このファンドはね、えー、これ1本で世界中の株式に投資できるファンドで MSCI オールカントリーワールドインデックスっていう指数に投資してるんですねで合計47の国と地域に投資できるんですねまあって言ってもアメリカがねやっぱりかなりの比率にはなるんですけど、えー、まあそれでもね株式で国際分散投資をするっていうんだったら、えーも 文句なしの有料ファンドってことととで、こここの EMAX シリーズね、えー、非常ににに人気に出ててるということになってます。こんな感じでね、えー、10位から1位まで発表させてもらいました。で、選ばれたラインナップから、インデックスファンド選びのポイントが見えてくるんでね、えー、まとめに行きたいんですけど、えー、結局のところね、このインデックスファンド選びはね、まずこの3つが大事なんですね。いい指数を選ぶことと、それから指数にちゃんと連動した運用をしてくれるファンドに投資することですね。 ちょっとどういうことってこの2番目指数にちゃんと連動した運用をしてくれるファンドってどういうことって思うかもしれないんですけどこの指数をね買おうとすると指数についていかないといけないんですけど指数とファンドの値、ね、動きがね乖離していく離れていくってものがあるんですよ例えばまあ SP500 っていうね指数は上がってるはずなのにそれに連動するファンドのはずなのに、えー、そこについていけずにねまぁ、あ、極端下がっちゃうとそこまで離れることないんですけどまぁ、あ、7%今年上がってるはずなのに、えー、こっちのねファンドは連動するファンドのはずなのに こっちは5%しか上がってないとか言ってこの指数とファンドの動きが値動きが乖離しちゃうってことがあってそれなんでかっていうと色々説明していくと少々ややこしい話になるんで今回割愛するんですけどそういったことがあるんですよなんでえそういうことするファンドは良くないよとえそれから3つ目が運用コストが低いことっていうこの3つがね最重要なんですねなんでこの3つの視点はぜひ覚えておいてください良い,い指数きっちり連動低コストっていうねえこの3つのねキーワードねぜひ覚えておいてくださいファンドオブザイヤーではその辺がちゃんと厳選されてる感じがしますね なんで、この動画の,あの紹介した、この動画で紹介したファンドのほとんどは、えー、楽天証券か SBI 証券で購入可能なんですね。なんで、この動画の概要欄にリンクを貼っておきますんで、インデックス投資をやってみたいっていう人はぜひね、講座解説してみてください。で、インデックス投資はね、少、え、額、ー、からの分散投資が可能だし、100円からでも買えるんでね、でほとんど手間暇をかけずに、えー、放置プレイ OK ですし、プロにも勝てるような成績っていうね、えー、これらを狙える素晴らしい投資手法なんですね。なんで、えー、今後多くの日本人がインデックス投資によって、ね 老後問題とか資産形成の問題を解決していくんじゃないかなと金融リテラシーが広がってくれたらこういった問題がねかなり解決されていくんじゃないかなと思ってるんですねなんで今回の動画がファンド選びの参考になれば嬉しいですそしてねファンドオブザイヤーの運営時の皆様ね投票した投信ブロガーの皆様ね役に立つ情報を発信していただきねどうもありがとうございました、えー、ということで、えー、今日は終わりたいかなと思います以上参考になったら嬉しいです動画がいいなと思ったら人に紹介してもらえたりとかねいいねとかチャンネル登録してもらうとね非常に嬉しいです ね、リベダイユるコミュニティって無料でやってますんで、株式投資チャットとかね、えー、有名な米国株で有名なタパゾウさんの相談チャットとか、まあ、意見交換とかね、いろいろ日々盛り上がってますんでね、えぜ、ー、ひ、有効活用してほしいなと思います。えー、これらの情報もっと早く知りたかったなぁなんていう人もね、今日が一番若い日ですから、えー、今日からしっかり学んでね、え人生よくして、よくしていきましょう。えー、最後にね、めっちゃ噛んでしまいましたけど、えー、ということで、えー、今日は終わりたいかなと思います。えー、今日もありがとうございました